もあの、横倉事務長、それから二宮幹事長、それから共同であります、皆さんからの、経過をですね、若干説明していただいたんですが、経過からいきますと、3日にですね、頂上が私の自宅で見られて、こういうわけで、誰も立つ者がいないんでどうだということで、まだその時点では学ぶの方からですね、立候補者の名前が挙がってないんで、とりあえず4日に事前の説明会があるんで、そこに出席だけ、してくれということで、まあ、当て馬的にね、私と二宮と、それから水頭町をやっていただきます中田さん3人で、行きました。その時点ではいわゆる神話向きの方が2名、それから南向きの方が1名ということでございました。それではちょっと土地に対して申し訳ない、先ほども牧野会長もおっしゃられましたように、住民投票、それから土地への合併、そういうものを踏まえた時にですね、土地の方に申し訳ない、これは多くの方が、署名、そういう活動をしていただいて土地に合併が決まったわけです、そういうことを踏まえた上で、本当に申し訳ないということで、お前立てということで町長から後ろ足を蹴ったり後ろから蹴倒されて、出るようになりました。悪いのは先ほどどなたか言ったそれ牧野会長が言ったように町長が一番悪い、そういうことでございますけども、たったからにはですね、私も若干の議員の経験を生かした上で、頑張っていきたいと思います。真名護から西方地区、特に北のですね、本庄、それから元地区、まだ周り終わってないところもあるんですが、感触的にはこの候補者さんもそうだと思うんですが、いいなという、私自身はですね、そういうふうに感じてるんですが、支持していただける方のお宅行きますと、リフレットを渡すだけで帰ってこられないんですね。10分か15分ぐらい引き止められまして、おろおろの話をしてまいります。そういうところでは、感触がいいかなと思ってるんですが、実際に選挙になりますと蓋を開けるまではわからないということですので、さらに気を引き締めて、リフレット等については22日8時までですね、夜8時まで、回ってお願いをしてまいりたい、そういう思っております。いずれにしましても皆さんの力をお借りしないと、先ほど司会者の方から幹事長の方からお話がありましたように、全く私の知名度というのはですねありませんので、ぜひ私も足で稼ぎますけども、皆さんにも一つよろしくお願いしたいと思います。先ほど米川さんの方からお話がありましたように、私の同級生も頑張っていただくということで、大きな力になってくれると思います。そういう点では本当にありがたいなと思っております。どうか重ねてお願いですが、一つよろしくご支援いただきますようにお願いいたします。ありがとうございました。